んにちは、まひろライフのまひろでーす。はい、どうも、今日もよろしくお願いします。今日なんですけど、リクエストがあった、ルームツアーの方をちょっとしていこうかなと思います。拍手。ルームツアーって言ってもですね、今日はっていうか今シンガポールに来て、今日で5日目なんですけど、シンガポールでは入国の際に、2週間14日間の、隔離があって、今その空港に着いた時点でもうそのままホテルに行くっていうか、バスで行く感じなんですけど、で今そのホテルに自分が今、2週間いなきゃいけないっていう形でいるんですけど、その今僕がいるこのホテルの、ルームツアーを、ちょっとしようかなと思います。でホテルなんですけど、一応なんか結構いいホテルで、ちょっと後で外も見せるんですけど、すっごい景色もあって、シンガポールならではの景色も見れると思うので、ぜひ、見ていただけると嬉しいです。では早速ルームツアーへドーン。はい、今からルームツアーを、開催したいと、ルームツアーを、始めていきたいと思うんですけど、隔離中はやっぱ外に出れないので、この内側からこう撮った状態で、こっちがそっちに外がある感じで、はい、ここからこうぐるんと一周します。まずは入ってすぐに、こっち側にお風呂があります。お風呂とトイレがあります。では行ってみましょう。はい、なんということでしょう。こんな感じで、トイレとこっちにお風呂があります。じゃあまずトイレから。はい、トイレはこんな感じで普通のトイレで、こっちに移るとお風呂が完備されてます。はい、こんな感じで、お風呂も毎日自分結構汗今かけないじゃないですか、走れないから。ここで結構長風呂で使って、1時間ぐらいですかね、長風呂してます。このお風呂でこんな感じに。でもなんか僕的にはここに戸が戸っていうか、あれが欲しかったんですよ、扉が欲しかったんですけど、なくて、こっち側に水が入ってくるんですよ。これをちょっとどうにかしたいっていう。でここが洗面台で、これなんですけど、なんかシャンプー追加でもらったやつをここに置いて、なくなったら交換するって感じで、はい、まあざっくりこんな感じです。これも、はい、でなんか食器洗うとこがないんで、ここで食器洗ってるんですけど、いただいたものとかをここで洗ったりしてます。はい、まあこんな感じでトイレと洗面台、はい、あとはお風呂、まあこんな感じで、はい、これなんかすごいですよね、これなんか韓国のあの YouTuber のこの光みたいな、うん、まあみたいな感じでこういう感じになってます。はい、でこっちに鏡こうあって、でいよいよお部屋に移りたいと思います。はい、でこっちに行くと、まあこっちにパンツがあるんで、はい、こんな感じでなんか物置ってなってます。この自分のリュックとか置いてるのにあって、でこっちに行くと、はい、お部屋です。まあこんな感じですね、ざっくり。はい、でまず左側にこのなんか和風を思い浮かべらさせるっていうか、なんていうか、こういう壺があります。で絵があって、でここに大きな椅子があるんですけど、まあこれは今ほら隔離中なのでトレーニングとかしてるように。はい、でこんな感じで、ここのあれにはテレビ、めっちゃでかいテレビとソファーがあります。このソファー結構いいっすよね、家に置きたいぐらいいい感じで。で机があって、で今度こっちに移ると、これがなんか結構すごくて、ちょっと中も見てみます。中はこんな感じで、水がここで飲めます。で、お湯も出て、はい、こうやってグラスがあって、
みたいな感じでここで押すとこう水が出るみたいな、こんな感じです。でモード切り替えるとお湯が出るみたいな感じです。次、こっちをこう開けるとコーヒーメーカーっていうのかな、なんかこのこれをこの中に入れるとできるんですけど、一回やったらなんかこれちょっとやり方分かる人教えてください。なんかこう入れるって書いてあったんですよ、こう入れるって書いてあったんで、このまま入れたらなんかこう中で詰まってて、なんか分かりますかね、なんか触れてる、なんか詰まってて、あの透明な水しか出てこないんですよ。でこれなんかやり方分かる人教えてください。はい、であとはこの自分がおすすめなのはこの TWG の T が TWG の T がでも TWG の T が、なんか飲めるっていう、これ美味しいんでぜひ皆さんも飲んでください。こんな感じで、はい、 T コーナーで、こっちにはこのスパイクとか置いてあって、自分のキャリー持ってきたもので、こんな感じでベッドがあります。はい、でこまあちょっと汚くてごめんなさい、ここが僕が寝てる方で、でここが充電できるスペースで、ちょっと皆さんに紹介したいのがあって、このサバ缶なんですけど、これめっちゃうまいんでぜひ食べてください。これめっちゃうまいです、おすすめです。このバジル味が僕的に一番おすすめです、サバ缶なんですけど、これ日本にいる方はぜひ日本で買ってください。多分カルディとかに売ってるのかな、わかんないけど、これ日本から持ってきたやつなんですけど、これめっちゃ美味しいんで、オリーブオイルも美味しかったです。こんな感じでぜひ食べてください。で、あとはこれもなんですけど、これはシンガポールに来ていただいたどら焼きなんですけど、毎日は食べてないですけど、ちょっと頑張ったなって自分でこ部屋にいる時に、筋トレしたり頑張ったなみたいな感じの時になんか食べちゃうんですけど、いただいたもので、このどら焼きめっちゃ美味しいんで本当に美味しかったです。はい、ありがとうございます。で最後です、最後なんですけど、はい、皆さん驚かないでください。夜景をちょっと見えてますけど、映していこうかなと思います。いきます、3、2、1、ダーン、見えますかね、こんな感じになってるんですけど、まずここにマリーナベイ、はい、あのシンガポールで有名なあの上に船が乗ってるみたいな感じのマリーナベイのホテルがあって、マリーナベイさんなんとかホテルみたいなのがあって、でこっちに行くとこれがマーライオンです。見えますかね、この白いのでこうここにあるんですけど、これがマーライオンですみたいな感じで、めちゃくちゃ綺麗な夜景が見えるっていうこの僕の部屋なんですけど、すごくないですか、すごいっすよね。これがこっち来ての一番の驚きです。これやばいっすよね。こんな感じで今自分泊まってるホテルがすごくいい部屋だっていうことをみんなにちょっと紹介したくて今撮りました。はい、皆さん見ていただけましたでしょうか。はい、こんな感じで、ルームツアーの紹介、ルームツアーの、違うな、ルームツアーを、終了したいと思います。すごい今自分いいホテルに泊まらせてもらってるんで、いい、この後もうちょっと1週間ぐらい、有意義な時間を過ごせるように、頑張ります。あと1週間一人との孤独な生活頑張ります。ではこんな感じで今日の動画は終わらせていただきます。でも本当にあとはこのサバ缶が美味しいんで、このオリーブオイルとかいろいろバージョンがあるんで、これぜひ食べてください。はい、こんな感じで今日は終わりたいと思います。また何か企画やってほしい企画などあれば、連絡よろしくお願いします。また、コメントとかも、どんどん、送ってください。こんな感じで今日は終わりたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。いいねと、チャンネル登録よろしくお願いします。では
また見てねー、バイバイ。てか今日オフの日なんでサボろー。どうも。